はい、2024年5月26日になりましたということで、なんか私のパソコンいつもいつもと小さいんだけど、なんかこれ誰かなんかあるじゃないの、お前だろ、お前しか使わんじゃないの、他の人なんかあるじゃないの、使うの、そんななんかセキュリティ甘いことやっとる、あんた見られてガンもんいっぱいあるでしょということで、絶対対戦してないじゃない、これ何やってたの、あんた44の育てて計算しとるでしょの、待て兄さんよくねえ、全然、なんかこれダメじゃん。なんかダメじゃん、これ減っとるじゃん。うん。だってよくわからんもん。そんな何で泣きそうになっとんの。まあ、とりあえず行きましょうってことでさ。なんかあれ、豚さんとかいないんじゃないの？豚だよね。うん。なんか最初、バーバーでいいかなと思ったけど、なんか、いや、結果がついてこなかったもんでさ、で買い出した。まあ、そんなことはいいわ。ということでさ、協力、まずあれだね。一日戻ったんだね。あれさ、ちょっとま、何これ、誰も入ってこんの？一日戻ったってことさ、ちょっと音小さくない、なんかこれ。ちょっと待って。一日戻ったってことさ、あれ。やっぱ最初からのあれなんだよね。あの、消す気だったんだよね。消す気じゃなくて、あの、下げる気だったんだよね、多分。ってことは、ゆくゆくは下がるんじゃない？で、あとあの、ね、電補正のやつ。電補正っていうか、所定じゃないけど、あの、火力の電っていうの出すかな。例えば書店とかあれだよね、ウサとか倒せるの、ウサがあれだよな、参拝になると思うんだけど、これ倒せるの？まあ、じゃあこっちとか、どれいっとる？こっちとか。ダリアちょっとよくわからん、4089か。ウサは倒せんの？倒せん？ 6000 は倒せん？それは水風だね、あれだろうな。カノプってどんだけあんの？でもスワがおるで行ってよかったんじゃないの？まあ、一応ここあれなんだよね。自動じゃないんかな。ここでも本当そうだよな。ソフィアで一応撃てるんだよな、あれ。うん、火と違って水、あ、なんか怖いのがおるな。あれ撃たれるな、しゃあねえな。あの火星キラーが2人もおるね。いかんやつだね。ゴロシーミンだね。あんまいい組み合わせじゃないけど、殺意溢れすぎるのだね。 3.3 はいくつあったらってシーミンって8ぐらいあるでしょ。24倍ぐらい、ちょっとダメじゃないこれ。ワンパンじゃない。あ、10598とか入ってよ。ちょっと。ここは残せるね。うん、どっちかだよねこれ。どっちを打つか。風でないや、水の2回打って後からサルパとあれを打つか。222飛んでいくけど、まあ一応あれなんだな。火力のでも初手とかさ、次の電ちょっとあれじゃない、バランスっぽいんかな、あれ捨てが8000ぐらいになる。あれでも逆算してわかるよね、増え方で。確か貫突8だから。まあ一応あれだな、初めてでもそんなちょっと軽く寄りのタイプ出たんじゃない？これいいだろ別に。ちょっと待って、いいよね。わ、何、ちょっと待った。うん、まあ蘇生ずらしだよね。古き良き時代を懐かしむじゃないけど、いや過去の何、英語物語が良かったとかじゃないけどさ、そういうのは出るわな。出るのもあれだけど、俺誰かを責めたりとか、いつもどうのこう、またそうやってなんか政治家みたいな言い訳しようとしてるわけじゃないけどさ、今ある現状って望もうと望まないと、結局はそれが望んだ姿じゃないですか。すごい残酷なんだけど。
だから今の英語物語ってそうはそうなんだよね、一応は。ステの設定とかそこら辺の何スキルとかのあれはあの何難しいと思う、はっきり言って。自分の何だろう。思い描いたような環境になるのその数値設定とか、それから、なんだ、ありがとうございました。スキル設定か、パーセンテージとか、それからスキル同一側か、だけで、一概には、ありがとうございました。決めにくいと思う。ありがとうございました。かまだ。またね、ありがとうございました。それは思う。自分が実際なんかそんなような風に環境にしたいからっていう風にそんな風に接してっても近寄りはするけど、ぴったりっていうの合うのはなかなか難しいと思う。それ多分どんなに体勢上手い人プロでも難しいと思う、それは。決めつけちゃうのは。アンケートね、いつからだったかな、どっかぐらいでなんか見出した時じゃないけどね、それ前見てなかった、あんなひどいね。ちょくちょく書いとんですよ。問題解いてさ、私なんか何、煮詰まった時とかさ、ふらーっとなんか他のことしたくなるんですよ。急に意味もないことしたら、急に爪切り出しとかなんかしだすんですよ。問題とかなんかあれですが、なんていうか、何遍やってもなんか間違えるものだけ解いてたりとか、ちょっと煮詰まってくるか。全然違う、コーヒー飲むとかそういうのじゃなくてさ、全く違うことしたから、急に外出なくなるとかさ、意味もない買い物したくなるとかさ、なるなる。押せたかな、押したんだけど。あれ、電がグレートと押したんだけど。そういうのしたくなる、なんか。っていう時の息抜きに何アンケート書いたの？それひどくない？これダリアすごい慣れんだけど、さっきからなんか使っとってさ。でもここあれだよな。スワコ使っとる身としては言ってほしいわな、どう考えたって。どっちのあれだったかな、バラスト。裏は読めんじゃな、ここら辺は。さあ落とすだけなら別にスワコ行けあれだけど、あそこあれだね、回復ないからアテナとスワコの何かじゃないけどで行って、スワコは全部3発は打たんと思うからさ、2発残すのはきついか、1000いくつだけじゃ足りんかな、微妙かな、2発ぐらいはいるかな、2発ぐらいは計算あるだよな、あれ。あ、そういえば今日なんかスキル変な時あったよ、すごい。使えん時とか。あった。あった、あった。まだって言ったら聞くだれ？またなんかひどいこと言おうとする？完璧ではないんかな？細かいところ。やっぱあれだよね、落ちた時、切ったのか切れたのか、時の、こういう多分切り替わり、俺なんだこれ。ちょっと、長すぎん？これ。答えが、これどういう意味？どういう時？出し、あ、今出たな、ランプ出たな。なんで答えとんのにあれなの？回答してから落ちたってこと？でも相手の番号出てないよね。これ切り替わるのすごいかかっとるってこと？言い出したらなんかあれだな。ちょうどそういうような状況、こういう状況なかったけど。相手番号出てないけど、サンタの影響だったんか。でもこういう時ってさ、前さ、先生の動画であった時確か言ったと思うけどさ、回答言っとる人の時もあるんだよね、あれってね。確か。地味なチンモヤの回復はちょっとあれだろうな。あれでメイコちゃんが3000ぐらいになる？メイコちゃんだよね。これでこう。こういう問題私はあんま好きじゃない、なんか。いや、別に S がないのわかるけどさ、S を置いといてさ。あんた3ターン目大嫌いだもんね。私中学校とか高校とかで英語ってやるはあったけど、やってないからさ、ハムとかそういうのか関係ダメージが全くわからんかったですよ。
本当にゼロから確かあったよ。うん。これを行かなあかんだけど、行かなあかんだけど、落ちんからもうこれ落とした方がいいよな。まあいいわ。私一応行っとくか。うん、そっち行ってもらった方がいいな。向こう行った方がよかったから、しくったな、これ。しくったな、これな。完全にしくったな。いや、しくったしくった、これしくった。あんなとこ行ってかんわ。次、どっちみち蘇生復活しちゃうんだね。うん。Bristol Hotel has been recently refurbished, offering the rooms and junior suites, blah blah blah, jacuzzi baths, demonstrating, validating, featuring, undertaking. どっちにしろ蘇生行っちゃうんだでさ、ここだよな。Featuring. 二人蘇生おるわけじゃないけどいいけどな。これ完全今完全しくったね。どう考えたって。あれ上回りについてくんだったわ。うん。The plan leads blah blah blah. Nothing to be desired. Much to be desired. Some room. Nothing undone. 打ってもあれだけどしょうがないもんな、これな。私は打っとかなか。あの短縮ものすごく厄介だな。誰か一人でも、あ、でも幽霊ってもあれか。Much to be desired.こんなとこ打たない。覚醒はもうあれだな。もう起きるの無理だよな。そこの蘇生は入るけど、こう。ちょっと待って。なんだ、あの、なんとかバージ君だったか、あれって。ホルトバージ君か。火力枠として思ったんだわ、コスト安くて。タイミズだったか、あれ。カウント4で動いて。どっちにしろ、まあ、打つしかないんだけど、こんな風なんだな。もう全員これなんか、なすすべなく打つわけ、打つしかないってことだもんな。回復高いわけじゃないし、さっきのあれきつかったな、短縮な。うん、あれ軽かからあれだな。最後全体とあれ思った。カウント一緒だけど、連撃の方がなんかいいかなってした。うん、まあ、よくわからんっていうこと。なんで君そんな逃げようとしたの。それよりも火力枠のゆるじゃないけどさ、ありがとうございましたということで出しちゃうと今のあれだよな。ありがとうございました。ありがとうございました。もう一回またね。ありがとうございましたということで、アマデとかあそこら辺がすごいすごい参拝になってくるね。そこら辺のところになってくると。でも前の意見じゃないけど、本当はってまた本当はって言うけどさ、逆説だね。主張始まるね。筆者の主張が始まるね。関先生言ってたもんね。うん。ソーシャルってそこのなんて言うんだろう。トレンドの移り変わりってすごい早いよね。例えば先週、電ウサが出ました。そしたら次今度、対電ウサのやつが出てきて、電ウサがちょっと使い物にならんくなるとか。あれ?ああいうのやるとダメなんだよね。あの、今右のあれ触っちゃった。丸っぽいやつ。これ初手がな、ほんと悩ましいんだよな。うん、似たようなコストだもんで、巣は入れるか、うん、回復どっちがあれかなーってやってみて、うん、ちょっとかたまには変えてみようかなって。ギリギリあれだったな。どうしてもこういうカバースタイルなんだあんたな。うん、じれったいんでしょう。なんかあいのじれったいんでしょう。あれだ、火と違って水は連撃があるでな。巣は凍るし、二枠もあれだな。ソフィアおるで。
水は炭酸火力ボンボンボンってくる、あ、火はボンボンってくるだけだから、庭かあれだな、エトナの全体とかだもんな。どうしても対風法が来るね。向こうは本当はあれだと思うけど、うん、そっちの方があれだね。もう腰2つ使った方がいいと思う、私。ウーマン1個じゃあれだよな、風があるじゃ足りんでな。うどんもあるし。かといって私1個じゃあれがあるしな。うん。そっちのもあれだったんだろうな、多分。水の遅延があれだよな、4の2を決めるのは、あいつコスト重いしな。あんた走行でしょう、うん。風遅延はそんな今日見てないな。ここら辺まで届けるかとどうかな。ソフィアの連撃の弾が切れとるか、それがあるとなんとかあれだけどな。そう、きついと思った、どっちかきついと思った、うん。If we blah 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 is planning the last meeting, we wouldn't be in this mess. Had adopted. Adopted. Should adopt. Would have adopted. Had adopted. 全体の中だ、これすごい危なかったよね。すごいとまで言わんか。あれ、後ろ角に書いてなんだろう。蘇生あれそうだよね。変えても変えんでもどっちもあれだな。向こう歌うもんな。風に変えて何をやるんかなと思ったけど、まあ打つだけ打っとこう。後ろはコーラかなんかってやつ。火の後ろは連撃って言って蘇生とかなんかそんなふう。カット入ってもどっちにしろでもこれあれなんだな。使った方がいいじゃん、どう考えても。どう考えても使った方がいいと思うよ。コーラだったらまだあれだけど、全員全体に乗った、やっとに全体に乗っとるわけじゃないで。あ、ずらしってことね。どうしんでこれかかる、どんなもんの、どうしんでどんだけあんの。すごい火力出たね、あんなに出ると分かった私。いや、もっと残ると思ったわ。ありがとうございました。もっともあれだと思ったわ。ありがとうございました。頑張った。ありがとうございました。ということで、初手豚山とかでやっていくとさ、豚山とかで豚山だけどあんま良くなかったんですよ、うん、で変えてったんかな。昼やってないでしょ、あんた。やってないでしょ。やってないでしょ。デタダンやったでしょ、多分。デタダンやりながらでしょ。これ問題、あ、それじゃないけどさ、なんだ。これをどっちにするかだな。
オルカがこれだと残るから次あれだな、スキルで倒せるっていうのあるな。あれ7500でダメだったな。7500だったよなあれ。ここへでも行かなかんな。多分足りる。5は俺でかん。ソフィアがおったらいいと思った。そっちに任せよっかだったら5でしょう。2あれか、風に変えれんであれか、変えてこんか。すごい悩ましいな。使っとこう。これすごいわからん。すごいわからんわこれ。ちょっと待って。2万いくつだけじゃ。まあいいや、うちのこれ後ろ私あれだで、結果オーライだと思うよ。いや後ろが蘇生だで。うん。The citizens group urged the city council to come up with a blah 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 solution to the problem of the growing budget deficit. Vulnerable, credible, dependent, disposable.1個じゃ足らんと思った。色を変えてくるのは読めんかった。変えてこんと思った。火だから。あ、ポム消すか。ポム消す。誰か変えた方がいいか。そこまでそれすぐに読まなかんわ。いいとこまでいけたね今ね。流れたまま飛んだよね。そう、飛んでこう。もう風に変えるもんね。ここはどうで。火炎でも残りそうだけどな。風だで。うん、使ってないよ。耐えるんだったら使いたくなかったっていうのがあるのな、そこは。あれが残らんで。私使うかちょっと思ったけどな。でもイカの火力はないでかもな。そう、それやってたらあっちが残るとかだよな。結果オーライではあった。あのダメージすごい悩んだところが。あれマジ悩んだわ。ポムがおるから変えてくるとこ、まあそこの読みまであれだよね。あの、読み切って自分の考えやベットできねえかんかったよね。そこで悩んだんだな。それだったらでもあれ、まあ、前、自分の行動を正当化しようとしただろう。もう一あれ、ちょっと待ってよ。使っちゃったら次届かんな。ないな。次弾がないな。まあ、どれを打つかだけど、一応あのギリにはやっとくよ。うん、うん、どれやっても一緒だけどな。これはこういうのってあれだよね、建前だよね。このタゲってそう思いません。やっても選んでも一緒だよな。どっちみちあれだって後のこと考えてさ、他のとこ削ったらあれだよな。3だ。そうか、全体あるであれか。こう、タゲもそうだよね。建前あるよね。建前のタゲ多いよね。そんなことない。体力的にはあそこだよね。ありがとうございました。私でもやっぱりあの初手台とかじゃないけど、そういうやつ、こういうのがなんか性格的なとこなんだね。ありがとうございました。ありがとうございました。おっと、もう一回ありがとうございました。向いとるなんか。
まあ人には向き不向きあるよね。うん、あるある。絶対ある。うん、好き好みもあるもん。もうそれ以上言わんでいいよ。また何か言おうとしようでしょう。伝説の補正ね。あ、でも一応あれだよ、とりあえずネタ的にはできるように、あ、そのことも喋ろうと思ったのか。3ヶ月計画、いや、明日のあれなんですよ。虹色ネイヤー集めようかなと思って。暇だで。あれって、次のアップで何適用されるの？ああいうの、なんだろう。進化するというか、なんかネギ使えたかなんかで知らんかった、あれ。うん。4000円、どういく、まあどれでもいいけど、うん、出し打てるんかな、あれ。4000円で6000円で打てるの？誰に聞いとんの？チャンスが残ったんだ。まあそれはいいけど、これあるから。そうだね、だったら私こっちか。ポムかかるで、うん。あれだね、もう、今日様も確定なのね。1.5 あるで。この前どっちだろ、赤ちゃん行った方がいいかな。まあ、向こう連撃あるで、どっちみち全部掃除できるな。ソフィアであれ私倒せるから、どっちのソフィアでも倒せるはずだで。だってポムもあれもかかっとるもんね、ウオマルも。オーバーキルだな。なんだの、殺意あふれるの。もう2つ買うしかないんだな、これな。風に変えてくるんだな。なんか狙われとるな。2つ買うしかないな。ワンパンではないと思うから、アポムだからあれか。私の方はあれが入っとるからな。いや、いかんな、これ。パンパンっていかれるな。あと残りがどう飛ぶかだな。あそこら辺が捨て高くないから、でも魚丸とかかかっとる誰か。だな。ああ、火のとこギリギリだったんか。まあでもここなんだね、どっちにしろ。向こうあれだよな、絵を、マハーラを止めたいよな。こういう時あれか、また移行しとるとか違うか。あそこの日だけダメだな。うん。うん。ここはもう混んで。うん、そうだね。こんな今日遅延あれだった？風遅延はあんま見んかったけど。って言ったら出てきたね。出てきたね。4組成ってことは5も組成か。なんかすごい、こんな今日遅延だった？デッキによってでもか、あ、あれか、感覚違うか、そこは。これでもあれなんだよね、今日、大波さんか、使って思ったけど、貴婦人が回復高すぎるんだな、あれ。これだと元の体力高いわけじゃないから、あ、でもあれだね、あれに掃除されるね。マスコさんが私の仕事が来たってあれで、ね、ほっぺたもぐもぐしとるね。ほっぺたああいうエクボって可愛くない？なんか。また言うだろ、また言うだろ、お前なんか言うだろ。ありがとうございました、ね。あの子ほっぺた可愛いんだわ。なんかツンツンってしたくなる。で、またなんか言ってるありがとうございました。変なこと言うのありがとうございました。もう一回。
頑張った、ありがとうございました。うん、どうしたら何を納得したか、うんって、うん、かわいいもんお前お前本人聞いとったらあれだろう。いや別にいいよ、本人目の前で言うもん、言うだろうな、あんたが言うだろうな、言うだろうな、そういうことを。これだとどれぐらいなんだろう、うさとか悪か、私を落としに行く、私回復だったらまあ無難に、まあいいよ、こっちとかいや落とせんと思うけどさ、回復込みでも電うさであれなんだな、あそこって。ちょっとというかだいぶあのダリアの数字になれん私。ここはでももう持ってかれるよな、あっさりと。2ポムだもんな。こんななんかあれだったのかな、火力じゃないけど、ポムあんま多かった印象なかったんだけど。ウサもあんま見んかったよなんか。ここもダメだな、ワンパンだな。2ポムはきついな。これかかったのそこもきついな。なあ。どっちみち向こう風に帰るもんな。これ完全にきついね。1.5、ここでまたポンかかるんだもんね。ダメですよな、これ。で、2回攻撃やらもう死亡モードだね。いや、こんなにおらんもんで、かばえるかなと思って。うん、手を戻ったんですけど。ゼネコンだとあれなんだよな、蘇生引っかから、でも蘇生使わせるってとこもあるな。そこの辛さもあるな。うん、もう一応ここにしとくか。うん、ちょっと待って、ちょっと待って。せんかった。先に答え出さなきゃ思って、いつ OK 押しちゃった。ダメ。エクセル逃すと思ったらさ、あれ、押しちゃった。変なとこ押しちゃった。なんで、後押しにしとんの？いつ OK 押さなきゃね、なんかあれなんですよ。気を取ったんでしょう。違うの？うん、そうだね。そっちの方がいいね。使った方がいいね。うん。風に変えたらこれ多分あれだよな、耐える可能性あるだろうね、おそらく。あ、ヘビ撃たんのだな、余計あれだろう、これは。うん、これでかかったね。これどっちで行く？そうだね、そっちの方がいいよね。そっちの方がいいよな。うん。風入っとるでな。こんなもん、タゲする必要ないよな。うん。こんな巡り合わせなかなかないぞ。私が最後にあれか、なんか嫌だな。どっちみちあれだもんな、蘇生後あれだもんな、来るのが。回復はないであれだけど、うん。あんたなんで押しとんの？そうだね、イハトが残っただけでもあれだろうな。そうだね、私ら先押しとけや、うん、こういう場合だと連撃よりあれだな、全体より連撃の方がいいよね。自分でやっとること正当化したんでしょ。あのあれだよ、基本的に前も言ったと思いますけど、うちのそうやって言うね、私の言っとることってあれだよ、あの何いかにもなんかちょっと正論っぽく言っとるような風にはありがとうございますって聞こえるかもしれんけどさ、自分の有利なことになることしか要望を出してないからね。ありがとうございました。いや、頑張った。
まずね、ありがとうございましたみたいな。うん。そう。だって自分の、なんて言うんだろう、そう、採用されて不利になるような、なんか提案はしてないから、それは誰だってそうだろうな。当たり前だけど。うん。それはそうだろうな。自分の欲しい要望を出すわな。出して欲しくない要望は自分出さんわな、普通な。開発者やつはそうだな。自分の不利になるものを開発チームはな。うん。私ら打てるんかな、これ。というか、ちょっとみんなびっくりしたけど、ルナおるんだね。そうです。私、打てんでしょ、これ。ちょっと待った。7球でちょっと残ったってことは、8いくつぐらいあれあるんだな、多分。ここら辺にしとく、一応。あれ入っとでもいいと思うけど。私が向こう行った方がよかったかな。こっちの方がよかった。回復とカット入るで。1.5 いってもあれ入るなら。ホルカー届くはずだで。そう。2ついったな、8がいったから私があれだったか。逆のが良かったか。一応ここも行っといて。向こうの2回きついね。火に変えるよな、多分。帰んか、帰んな、帰んか。いや、帰ると思った。地味だけど、この2回だいぶでかいな。そうだな、全滅になるわな。ここら辺までは？ここの相手あれなんだよな。筋トレ落としたいんだよな。落とすなら全部行きたいよな。あれを。あの、右2人を。インナとインバウンザーとかと竹島を雑草ぐちゃってさせたくないよな。だって後ろ出てくるの分かるもん。ここで1個持ってかれるで。うん、ここはもうしゃあないよな。もう分かると展開だもんな。うん、うん、持ってかれちゃうね、これは。で、ここを蘇生奪いたいよね、あれをね。ここら辺まで届けあれだな。短縮がすごいあれ仕事、まあどっちにしろあれだな、2つあっても、うん、あの蘇生のあれがおるで。3打でカウントが。麗華ちゃんが。レイカちゃんの 4K だよ。でもあれだよね。水風のなんか3枠じゃなくて4枠っぽいかなって私思ったんですけど。うん。まああれがオールでな。まあ知らないやつ。最後にあれ置いてる、あれはもう知恵勝ちだ、どう考えたら相手の。初夏残せたでいいんだよ。残せたとか残った、残せたっていうより残ったって言った方がいいな、あれはな。うん、そっちのがあれだろうね。全体を、ああ、そうか、うっとい、あ、連撃あるでいいか。うん。これは難しいな。いやー、難しいな、これな。これは難しいな。どっち先使う？悩ましいとこだな。
一人届かんで、あれだな、あれ届かんかったら、そこいかんに、初夏届かんかったら、あ、初夏行ってないもん。うん。The employees had a meeting blah 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 to plan to achieve their goals for the year, despite, during, among, about. 51分。残数一番あれなとこ、初夏行ってないで。まあまあ出ると思うけど、一応一応こういう時性格出るよね。3発あるで打っちゃうけどな、うん、ありがとうございました。すごいダリアがなんか慣れんわ、あれ本当もうありがとうございました。ありがとうございました。頑張った。難しかったで、ね、ありがとうございました。にぎやかなあれだったで、ね、どんな風にあれだろうね。でも書店のやつ、書店とかじゃないけどさ、今ほんとあれだな、確かに耐久寄りだもんな。今の私なんかすごくすごくパターンを持っとんですけどさ、なんだ。1,2,3 どんな形でもいいから、どんな方法でもいいや。どんな卑怯な方法でもいいや。で、カウント稼ぐような風にして、4枠の4カウントで、まあまあある程度飛ばせるんじゃないのってやつを軽く置いてって5枠に回復率高い素数入れてくるの 100% 以上のっていうのがなんか定番なんじゃないかなと思って。4枠で言うと動きやすいところだとあれだよね、なんだケンタウロスで、なんだあれヘラクレスか、ケンタウロスって何何それ、ヘラクレスとかいいんだよね、その体力があってっていう意味で。朝ちゃんとかでも、ユザイバスとかでも、火だと、いやでも火でもそうか、風だとどういうのがある？そういうやつ。継続ターンが3以上あって、うん。で、まあ、ある程度自分一人で掃除できるんじゃないかな、みたいなやつを入れてくっていうのがなんか私最近の主流なんじゃないかなと思って。まあ、でもそのコスト帯になるとあれだよな。どっか1個電のカードが1枚使えちゃうもんね。何がないさ。なんか違うこと言いたかったんだろう。なんか違うこと言いたかった。54分だよ。お腹減ってきた？また言い出すんでしょう。うん。ダリアほんとなれんな、あれな。4700。回復されると倒せんだな。どれが初手ありいいんだろうな。アテナ、連撃のもなんかいいかなと思うんだけど、二人押しになるけどさ。うん、なんか他に言うことない？いや、もうそれ、もう俺だね、俺のボキャブラリーじゃこれしか言えんかった。なんか出てこん？他に。これ。いや、嘘はついてか。嘘はダメ。こういうとこで遅延って言うと絶対遅延じゃないでね。逆だれで。うん、あなた遅延使うの？知っとる遅延。あそこがあれだから。回復もあれだけど、一応あそこは打ってるけど、打ってくは打ってるけど、ここちょっとあれだね。後ろの読み方が難しいね。サバって何パー？いや、食べ物じゃないよ。うん、あそこはまああれだな。まあ、人社員。あ、わしとこう。一応は。カット20入っとる。カット60も入っとる。うん。50忘れとった。20だけでその50もあるじゃな。うん、ドヤルリも思った。
恐ろしいのができたで。まあでもあれか、一応ここら辺まで行かなあかんの、行かなあかんのってことだよ。私は落ちたいけどな、これ。アテナが残れば、それは難しいか。竜神どんなもん出すんだ、あれ。アテナまで行けんかったか。ここまで行けばいいわ。ここまで行けばいい。これはもう打たなあかんやつだね。私当然あれだね。2回がなんとかあれだな。なかったらきつかったな、これな。竜神が、竜神でも届かせなかったな。2回なかったらあれだな。怪しかったよな。どうだろう。竜神だって9000近くあるよな。パティは他といて、これを落とすってやつだな。うん、パティは無視。自分で使ったの分かっとるもん、もう。あれもう触っちゃ使うスイッチだね。どっちみちあの1ターンしかあの使えんのだね。やる継続したらあれだな、チートだろうな。うん、まあ難しいわ、そこは。あれは無理だね、な。うん。それ入れやすいよな、そうせよな、それもう私も。だって今日4枠4カウント入れても動くは動くも、その遅延との兼ね合いで。さあ、かばったりしてもあんまなんか、うん、いや、結果ついてこなかったか書いてたんでしょ。ああ、でも58分もうないか、時間。うん、そう。かかっとるで、ここはまあいいとして、読み切った数字だったんかな。結構あれ、結構あれだったんじゃないの。私あんなに来ると思わなかった。もうちょい少ないかなと思った。もう1試合できる。59分だよ。で、まあ、あとここどっちにしろあれだ、中力あれだ、あと後ろが何が出てくるかってやつだな。うん、あと1試合できる？この落とした後だろうな、問題はな。もう一発あるで、これ意外にね、実はね、これこれ耐えたとしたら、仮に今のが。ありがとうございました。耐えたとしたら、これ、私らが4人であっち行った方がいい、モンポス今壁さしてるんですけど、もう1試合いける、59分、ありがとうございました。ありがとうございました。頑張って。もう1回、ありがとうございました。いや、もう1回行くでね、もう1回行くでね、もう1回行くでね、もう1回行くからあれなんだよ。うん。あー、一時、ちょっと誰か来なさい。来なさいとか言っとる。早く、みなか、早く、早く。一時だってもう、いや、私、だからあれだよ。さっきまた明日って言わんかったんだよ。もう一試合やる気だった。一時ちょっと早く、みんな早く、早く。ああ、もうダメだ。いや、早く、早く、早く、あと6人。あと6人。あと6人。あと、よし、あと、もうちょい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 、あと4人、あと4人、あと4人、あと、もうちょい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 。そのため息つかんで、ため息つかんで、頑張ろう。頑張ろう。頑張りたいが、あと2人、あと2人、あと2人。早く、早く、あと1人、あと1人、あと1人、もう、これ試合できんかったらもうあれだよね。もう明日、虹色ネギが、うん、レインボーネギが、
もうあと一人ふざけんなって、ちょっと早く、ちょっとこれも入れない、1時1分、ちょっと誰か、ちょっとしょぼんって言うわな、ちょっとこれ嫌な予感する、なんかちょっとこれダメじゃないの、多分違う、ダメっぽくない、もういや心の中で諦めとるよ、多分ダメなんじゃない、これエントリーできんのだろう、おそらく違う、いや誰かもちょっとああもうちょっとこれ、もういやいや本当やりたいんだよ、本当やりたいんだよ、こうもう一回入れん、先生入ってこんかったらもう入れんだろうな、多分これいや分かっとるよ、これからげ、あ入ってこれだか、入ってこれ、ひょっとしてワンチャンワンナイト、何ワンちゃんいけるんじゃない、これねえ入ってきたってことは、これ希望の光が今どうやって入ってきたんだろうね、1時2分だよ、なんかこれ秘密の暗号があるの、なんかこれ鍵部屋、これなんかこれなんか入れると入るの、いやもう分かっとるよ、始まらんの分かっとるんだけど、これちょっと誰か、もう誰でもいいで、もう9人でやろう、9人でやろう、私4人でいいわ、9人でやらして、これ絶対ダメなの分かっとるよ、全員分かっとるよ、多分これあれと一緒なんですけど、プールとかでさ、何潜水艦じゃないけどさ、息継ぎなしでその潜っとって、早く顔出したら負けみたいな、うん、そんな感じなんですよ、もうこれもう分かっとるよ、ちょっとあと一人だって、ちょっと分かっとるの、1時3分だもん、いやこれ絶対エントリーできんなって、じゃあもういいか、9人でいいって、もう9人でいいよ、うん、私4の方でいいよ、そうそう逃げる準備だな、組み直すって意味違うんだよ。早く出ろってことだよ。先に出たら負けだもんだって。これ我慢くる。あ、サウナと一緒。うん。サウナでさ、まだまだ大丈夫だよねって。いいよ、まだいいよって。すっごい汗だくてさ、もう疲労困憊なんだけどさ、まだいいよって。うん。やめとく。あ、これちょっと手強いな。なんか出てくる。ちょっとこれ、手強いね。やめとくって言っとく人間が一番出るんだ。これって怖いね。もうやめとこうか。うん。いや、ちょっと怖い。手怖いぞ、ちょっと。手怖いぞ。手怖いな、ちょっと。うん。もうこれしか言えんもんね。もうこれほんとに、もうこれね、あれだよ。すごい汗だくでさ、もう本当にもう早くそこのサウナの部屋から出たいんだけどさ、隣人が全然やめてくれんけど、これ。これどうする？頑張るけどさ。うん、いや、これちょっと1時5分、5分経ってるよ、これ。ちょっとこれ部屋入れるんじゃないの？もう3人でやろうぜ。ちょっとお前、もう往生際悪いな。手ごわいな。っていうか、どうやって入ってきたんだろうね、あれ。いや、それ教えてよ。それ教えたら出るわ。教えて。どうやって入ってきたの？よし、俺の勝ちだ。今日はこれぐらいで勘弁してるわ。みんな顔立ててくれたから、何の顔。ということで、こんな感じでしたということで。5人の。ちょっと待って。
29は良くない、良くないね、うん、っていうことでした。まあ今日楽勝だったということで、で行きましょうということなんですけどさ、豚山軍団なんか良くなかったんだ、最初だけだった。この辺りから最後どっちかなと思って、ずーっと私あのあれ使ったんですよ、固くなりこれを使った、メイコシャンを、うん、だってこれ水で別に6000円でヘビとかおらんかったら、うん、なんか引きずりできゃみたいな風に使ってたんだけど、これ最初メイコシャンにしとったんですよ。まあでも普通のセオリーじゃないけど、冷静に考えれば最後蘇生の方がいいんだろうなっていうことであれにしたかな。ずらしを狙ったわけじゃないけど、めっちゃ 100% カットが多いわけじゃないけど、どっちもあれなんかなって言いながらやっとったんかな。いいんかなと思ったら、やっぱり4枠耐久作った方がいいんかなってやったら、いや、やっぱり火力欲しいかなって迷いながら、うん、やっぱよく分かってない、なんか、うん、あとコスト4あるんか、全部上位互換あるわけじゃないし、4枠のとこの4カウントであの火力入れてくやつがもう1カバンなんですよ。あ、いっぱいネギあるね、これこれからね、これが虹色になってくるんだもんね、うん、これさ待って、ネギばっかだこれ、何ページめくらなかんの、4でさ、ここら辺火力入れてたら何にします？ヘラクレスは重いよな。これちょっと火力少ないかなと思いません？でもこういうのしか思い浮かばんくない？継続3あって。でも全体じゃなくて連撃欲しいよね、できれば。これも4。こんなあたり。があれだったんかな？しか浮かばんかった。うん、まあ動くは動くけど2ターンだもんな。今日水で打たなあかんかなと思ったんだけど、あまりにもあのメイコシャン使っとる人少なかったもん。うん。で、まぁ、こんなんもやったけど、なんかよくわからんままということで、途中からなんかオルカに変えたのかな、なんかオルカの方がいいんかなと思って。だんだんあれだよね、人間あの、負けが込むじゃないけど、ギャンブルでもそうだよね。あの、弱気になってくるよね。だんだん当たらんくなってくるとあれだよね。隣の人なんかあれ買っとくあっちの方がいいんかなって。なんかなってくるね。あの、相場とかいうのもそうだね。絶対俺はもうこのコーデポジション取って、だい、バーもバッチリだって、まだいいぞ、いいぞ、いいぞって、ここで俺はもうあの、ここでロング仕掛けとか大丈夫、こっから上がってくれて、二日ぐらいちょっとあれだね、なんかそこ停滞しとって、ちょっとあれだね、下の方なに、何、あの、グラフじゃないけどさ、チャートじゃないけど、向き出すとさ、ちょっとあれだ、弱気になる、どうしようどうしようと思って、今日、ちょっとうんまえへん、ちょっとどうしようどうしよう、今日バイト行かなあかんの、これちょっとして、うわ、足りんが、マジで、みたいなね。え、追い金みたいな。何それ、何ショートしとんの、ショートしとんのそれは。ねえ、それロングじゃないの、ロングだったんじゃないの、ちょっとどうしよう、うっそう、私の取引所いきなりゴックスされとるが、みたいな。え、うっそう。え、ハックされとる、あの取引所、みたいな。ちょっと、みたいな。うん、昔あったんですよ。一晩、なんかね、取引所によってなんかあるんですよ。急になんか、その、なんて言うんだろう。なんだろうあれ。ショートするあれなんかな。そこの取引所だけでね、急にその夜中の時間だけガックンって動き、なんかあるんですよ。それをね、空売りじゃないけどね、例えば今ビットコインが100万とかだね、80万で買うとかぐらいになんかしと、なんかしとくとね、たまに買えたりするんですよ。今の相場が要は100万円の時だったら80万とかで買うっていうあのポジションを取ったりしておくと、たまになんかガクンって下がる時あるんですよ。20万ぐらいなんか、いや、普通に20万ぐらい動くんだけど、そこの取り入れがなんかおかしいんですよ、システムが。っていうのがあった。お前それ利用してなんかあれなんだろう。まあ、そんなことはいいわ。お前のそのギャンブル感はいいわ。うん。っていうこと。まあ、いつもの通り脱線してまだ戻ってきたんだけど、これコストぴったりで完璧かなと思ったんだけどさ、うん、メイコ別に読んでも動くんですよ。うん、動くは動くけど、うん、構えたからってなんか勝てるわけじゃないよなって。これ別にスキル普通に使えてさ、蘇生使えてもさ、水ってそれ、なんかすごいよくあるんだわ。
4幕とか5カウントとか動いたからってそれ勝てるわけじゃないもんな。もうそれを持っとる、なんか、うん、英語物語のなんか謎の一つだよね。七不思議だよね。不思議ばっかだよね、うん、そうそう不思議だらけだもんね、うん、まあ、ということでやってみたけど、なんか、うん、普通でいけば持っとるなら舞台も使う。でも手持ちのハイパイが逆にありすぎると迷うな。あの負けていったらあれでしょ、人間だんだん弱気になってたんですよ。ちょっともう俺のこれもう一回ちょっと考えダメだと、もう考え直さなかみたいな、うん、まあ、人生考え直したらいいけどね、そう思っとる、うん、っていうことであんまなんか微妙だったということで、うん、火力組んでこうとしたらこんなふうに余ったコストで2枠入れたのかな。なんかあれだな、別に全体打ったからそれ倒してくるわけじゃないみたいな、うん、メイク率はそんな高くない、あなたが意識しとるだけだね、うん、あれリーダー限定のもあるでな、うん、使ってそんな理由、前回思った補正入ってないってことか、なんかあれって強いんかなと思って、別になんか水でやればいいわけだから風じゃなきゃいいじゃんみたいな、まあ、自分はうまくいかなかったからそうやってあれでしょう。自分のやっとることなんか正当化したいでしょう。もうそんなことはないよということで。ほら、なんかこんな風になるよな。そんな風に入れて余ったコスト2と3ポコポコって入れてたりしようかな。結局2もなんか答え出んかったら何がいいんかなって。うん。あんま出んかったなんか。ソフィアがいいのか、ルリもやったし、うん、ここら辺なんかどれもこれもだった。最初だけだったかな。夕方ぐらい、暗くなってからぐらいかな、なんか。うん、これ完璧かなと思ったから、これもコストぴったりで、コマ動くよ普通に、うん、あの所定はあれだね、オルカ残したかもね。オルカ残してもでもこれ1万8000ぐらいあるで倒せんよな。オルカ 6000X の 2.2 だから、ん 2.1 だったか、ちょっと足らんわな。ポムとかかかったらだけど、耐えて全体かけたからって勝てるわけじゃなかった、うん、なんかあれなんかなと思って、うん、最初やりすぎなんかなと思ったけど、そんなあれ思った、あんまなんかチート感なかった、うん、なんかな、水謎なんで、水田なんか動いたからといって、だからなんか耐久構成じゃない方がいいんかなと思って、いやもうこんなようなことばっかりだった、うん、豚とパティと最後の蘇生のあたりを固定して、なんか2と3、2と4かコロコロ変えたりしとった。こんな感じで3つ入れても、まあ耐えた時もあったり良かった時もあったりで、なんかあれだなーって、これをずーっとやってた。これだとちょっとちびりすぎかなと思う。確かに耐えるよ。引きずりドルで。引きずりドルし35あるで。最後のメイクを倒すのに65と35引きずりドルもんで、2万2000ぐらいいくかな。ヘビで確定が取れん数字。だから耐えるんですよ。うん。だって水で倒せんもんね。最後の方にポムがおったりするわけじゃないもんね。うん。耐えて、風も据えていいんだけど、ただ、自分一人になって火力もないっていう状況が結構あった。蘇生がいないみたいな。大体これ当たり前だけど、こういう構成しとるもんで最後の方まで残ってくんですよ。そりゃそうだな。倒せるわけないもんな。2枠のニューだったらあれ6000いくつとかあるから、あれの、あれで倒せんのですよ。教祖様とかで。風の4000とかで倒せんですよ。耐水特攻とかないと、ポムとかやっぱ、大丸とか7あたりかからんと、意外と、うん、倒せん。で、パティは当然あれだな。風特攻ないとあかんもんね。で、4枠だって別にスキルカウント通りの3だから、知恵なければ動くわけだから、割とすんなりは動くけど、なんかあんまりだった。だもんで、ね、4枠に火力積んだ方がいいんかなってなんか考えを、改め直そうとした。うん、まあ、ほんとそうだね。人間買っとるとどれやっても、ああ、もう俺天才みたいな。ああ、はいはいはい。ああ、これ、ああ、どれでもいいんだね、みたいな。うん、負け出すとあれだね。もうちょっとこれ、もう何これって。もう、ちょっとこれ近いでも、ちょっとみたいな感じだね。うん。まだ試合ができんみたいな感じだもんね。うん。2枠結局何がいいかよくわからんかった。ルリでもこれはそうだな。1万ぐらいあるもんね。ある。けど別に風で倒せるもんね。うん。ただ味方にいいスキルはばらまけるよね。4枠のメイクも別に動く。
かといって風邪たわけではなかった。うん、めっちゃ、あ、でも途中そうだな。どんなもんぐらいなんだろう。やっぱ夜だ。夜、暗くなってからだ。うん、なんかよくわからん。よくわからんけど、なんか、うん。歯車がなんか狂ってきた。まあ、もともと前の歯車狂っとうでな。うん。で、こんなことをやりだした。ちょっとコスト余るけどと思って、ゼネコンも別にかからんでいいなと思ったけど、77って3.5 ぐらいだったかこれって。4いくんか。75で4い、754いくから4っていくつかこれって考えると、別にコスト差ってね、メジェドでもいいかなって。メジェド90だから23でしょう。これ77だとどんなもん、4あるよね。75で4あるよね。 4.1 とか2とかそんなもんぐらい。ゼネコンっていくつだった、うん、思ったけど、これやってない。アテナやらんかった。初手をすごい迷ったんですよ。アテナか、あいつなんだそこにおるスワコかで迷っとった。だけどどう考えてもっていうか、綺麗には倒せんよね、当たり前だけど。だったら回復してった方がいいんかなって、倒せんくて思って。ダリアがなんか対面とか味方におるときなんか強く見えたのかな。そういうときにウサとかおったんじゃないの。うん、味方のウサとか残せるとあれだな。相手によってたげり方違うもんな。初手のメイクは不思議と使わんかったんですよ。うん、まあ、これだとターゲット被せてくれんとあかんもんね。別に二人で倒したらいいってわけじゃないけど、スワコおってもどうかなと思ったけど、これもこういう時だと逆に味方残すこと認識した方がいいんかなと思って。でこれ作っただけで、まあ、こんな考え方でいくかなって。まあだって4で蘇生入れるんだったら、最後も5カウントの何に遅延するか全体かって思ったんだ。全体を思ったんかな最初。別にこれ全部32入るよね、8打で。それでよかったんじゃないの。あ、でもあれか、ダリアが入らんか。うん、ポム多くないでもあれかなと思って使い出したらなんか増えてたんかな。これさっき出したやつだね。あれ、これさっき出したやつ、ちょっと待って、かぶりかこれって。あったよね、あれ。ヒューって飛んでった。ちょっと待って、なんだ今の。待って、あれ何これ、何これ裏技。ちょっと待って、笑っとる場合じゃないよ。あれ、これってあったよね。こんなの作らんかった、作ってないか。まあいいや、こっから行こう。でもこれもそんなようなやつ。うん、35あるし、まあ、耐えるんじゃないのみたいなんだけど、なんかあんまあれなんだよな。うん、まあ舞台もあれだな、狙われるわな。普通に狙ってくれるわな。うん、落ちてて残せるでいいかなと思うけど、もうこの初手のなんだろう、交代球とか、あの、オルカとかでもそうだけど、狙ってくれるときとすごいもうなんか無視されるときとさ、後ろのシナリオが描きにくいっていうかな。うん。かな、一歩。左におる方がでも狙われやすいか。それはあるか。でも狙ってくれるときもあるんだよね。全くなんか無風のときはもんね。まあ、要は良くなかったということで。で、これも考えたのか。一応本当どれがいいんかなと思って。スワか、アテナか。まあ、アテナは確かにダメージ与えるけど、倒せんは倒せんもんな。倒したらいいってわけじゃないけど。かといってスワで行ったって別に全部あれだもんな。全部っていうか、所要のところ掃除できるわけじゃないもんな。結局、どんなもん。8000とかそんなもん以上ぐらいか。オルカとかあんなっていうか、あれ、オルカって8000だったか9000だったか、あんなあたりか。以上ぐらいになると、スワコと合わせても、スワコ2発ぐらい持ってかれるもんね。下手したら3発ぐらい持ってかれるもんね。考えるとなんか味方守った方がいいんかなと思って。うん、やっぱダリアがなんかよく見え、なんか人の使ってるもよく見え、あれなんて。勝っとってもそうだけど、負けとってもなんか人の、なんかよく見えるんですよ。例えばさ、すっげえ勝ったとしますが、もう俺天才みたいな風に勝ったとしますが。でもさ、なんか見るとさ、あの人間ってさ、欲が発生しないからさ、いや、これ12割ぐらい勝てるんじゃねえって。
なんかバカなこと思い出すんですよ。そうするとあれこれちょっと対面なんかあれちょっとあれいいことやってちょっとあのなんかあの組み合わせちょっと よくねみたいなちょっと採用しようみたいな、まあ、パクるってこう言うんだけどでするとうん使いたくなるんですよ。だから私どうしてもデッキぐちゃ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 変わるんですよ。うん、あなんか大人さんちょっといいことやっとるんだって、あちょっとあの対面の人なんかいいことあなんか何ですかあれはってなんかすごいダメージ出してますねみたいな、ちょ次やろうみたいな、だんだん脱線していくっていうの、うん、あんま大さんあなたやらん方がいいよということでダリアがどうかなと思ったということででこうなった。メニューでも全然気づいてなかったんですよ。蘇生されてダメかなと思ったんですよ。いや別に後ろあれだったらまあ蘇生されてもいいかなと思って、うん、理想はあれだな、さっきみたいじゃないけど途中であっての感じで2枚カバーがあって私の方を先カバーにして落として味方の方のカバーで残して味方残ったところを4枠のところ蘇生でグーッと最高ってなるんだけど、それだけではなんか試合決まれるわけじゃないよな。うん、有利にはなるけどそこだけでまだあれだな、ひっくり返される可能性あるもんね十分ね、うん、まあよくわからんかったけどこれかなって、他のが良くなかったからこれにした、変えたんかな。そんでもだってあれだよね、ちょっと待って、ちょっとダメじゃん。まあわからんかったということ、そんで明日150覚えとるよ。まずはこんなギャグみたいなやつ、すごいコスト余っとるが、うん、3枠、まあこれギャグだよ、うん、火に変えてどうかなと遊びとして、うん、ペチ君が俺で、ペチ君だったかあれ、うん、ペチ君だね、1.4 か、まあどうかな、まあ遊びとしてね、とりあえずこんなも考えて、似たやつ。これを要はこっちに入れたかったんですよ、この60を。そうすると入らんのですね。後ろあの 100% 蘇生できんかなと思って。継続ターン長いで、一回耐えてもいけるよなと思って。60入らんですよ、これが。うん、こっち入れたかったんだけど。まあ、これもこんな風にしといて、とりあえず。まあまあまあ、この辺遊びということで。ブナを使うならこんな風に作ってみた。水で行きゃいいっていう話あるもんな、別に。ただ、蘇生後の回復はでかいわ。どっちがいいんだろう、私どうしてもあっち行くんだけど、メイコシャの方が気がいっとるんだけど、うん、ブナにしてみた、とりあえずブナも作ってみた。うん、意外とこれ20杯引き継いだ後ろってガリソとか置いた方がいいんかなと思って、これメイコバージョン、ただメイコの前私あのなんだろう、アスカみたいな全体カットかタイミスじゃなくて自分の方だけ水 90% とか引き継いだ方がいいかなと思って、20が足りんかったで、まあ、とりあえずこんなんも、うん、意外とどうかなって計算してみたら 20% あるとね、風ちゃんも、うん、後ろの方も引き継げるしね、カニさんも、うん、ちょっとやってみた感覚でどうかなって、ガリソなんか後ろいいんじゃねえかなと思って、うん、こんなん作った。後ろ25つかあるし、別に風特攻あってもいいけど、あれ、コスト的にあれだもんね。あんま色特攻狙われるとかあんけど、12,500 くらいか。コスト25に対しては耐久高いよね。ただ、全属性で何もかもやられるってとこあるけど。遅延当然、あ、またそうか。あいつ出てくんか、あのクソったれ。あいつ許さんな、本当に。あの、7円だけは。うん、でもガリソどうかなって、 20% あるから水特攻で意外に倒すの難しいかなって、どんなものかいいね、確か確定取れんかったはず、うん、4700で怪しくなるんかな、 20% あるとあとどうかなって、なんでガリソにしてみた、だって2枠あれでしょ、対前提だとペチばっかりでしょ、おそらくっていう読みしたんですけど、アスカのところは20にできるといいんだけどね。で、まあこんなも考えましたということで。最初にこれを持った。1、4、5、5ボって埋めたんかな。で、あ、どうせやるでしょう。これ、水カットとか風カットあるで、皮変来るでしょうって、皮変対策用に入れてみた。多分なんかこれ不発だと思う。うん。なんでさっきの方のやつになったんかな。だったら余ったコストでもガリソか、いいねかどっちかしかないよねってこうした。三幕の非対策はなんかあれかなって、引き継ぐ後ろが弱いわな、2000のとこだったら、うん、ただ皮変そこそこおるんじゃないかなっていうところでしてみた、
どっちがあれかなと思って、これだと多分止めれるは止めれると思う。水カット90入れて風カット95の20倍だから、だって火しか倒せんもんな。割と倒すのは困難だと思うけど、でも蘇生するわけじゃないもんな。だからその1ターン持ってったにしても、その後の何蘇生後のブナで回復されたやつのがなんか強いんじゃないかなって気はしとる、うん、ただ蘇生と噛み合うからな。なんかブナと私相性悪いで、うん、まあいいや、私あの子と相性いいで、いや向こうは思ってないよ多分、最悪だと思うとに、うん、まあいいや俺だけ思っとるやん。で、こんな風になったのか。うん。こんだけだな。こんだけだな。うん。あとなんか言うことあった？全対策？世界編？世界編だけどな、あれね。ちょっとデッキはあるんだけどさ。3ヶ月、ちょっと待って。今ね、いろいろ計算してみた。あるでしょ、多分。水風なら全部出るんじゃない？スペインでしょ、次。待って。ここか。これあるよね。とね、こんな感じ。これだけちょっとなんか余計出やがった。私、計算間違いしとった。39でいいんだよな、7引くから。4凸というか4体の8で32でいいってことだね。そんで元の入れるから7で39だね。32は私8足さなかんだと40、ちょっと余分に出ちゃったこれ、うん、これはまあいいわ。でこれがこんなもんか。これが5いるんだよね。1で5いるから8の40いるってことか。本体抜くと47ってことか。これをできれば今月いないぐらいちょっと終わらしたいかなと思って、2日に1個ぐらいの感覚じゃないかな。ちょっとそこら辺のところなんか逆算して足らんかったら、あれを CR ネギを使っていこうかなってなんか今ちょっと計算しとるところかな。手持ちのなんだろう CR ネギとかどれぐらいに使えるかな、かどれが効率いいんかなと思って、それ使えるなら使ってた方がいいけど、チケット換算5だもんな CR 使ってても。で、新刊門絶だけは作るのが多いもんね。一体余分に作らなかもね。で、だからこっち作った方が得は得だよね。1個36分だもんね。4体でいいか。その代わり、進化させるのに本体のこれがいいか。これ最低8体はいるってことだもんな。とりあえずのところは。あとの分は何で補うかな。まあ普通は神で補わんと思うから、チケットで補うか。で、クッキーは使いたく、クッキーの話まで、クッキーの話に行きたかったんだ。うん。で、クッキーをここには使いたくないから、うん。まあ、クッキーの話はちょっと後で。だから、どうしようかなと思って。だチケット出すしかないかなっていうので、そこら辺を逆算して、足りんところまで、うん、なんとかしようかなって。今だとさ、これ、例えば、進化こういう風ですが、ZR を素材にして、ノーマルか、ノーマル4つの、エア3つ、で、CR1 個で、まあ、これだったら ZR ネギを使うんだったら素材はあれだな、もう なしにしてノーマルとレアを集めて CR をあれか向こう側か使っていくのが一番あれかな、いいんじゃねえかなと思ったんですけど、 ZR 使うなら ZR を集めてかなかもね。 CR は確率悪いもんね。あれはネギ使った方がいいかなと思って、ノーマルとかレアは集めやすいからそっちの方を集めていって、それか逆にZR1 個だけ集めて残りの8体を全部使うとか、 CR ネギがすごく余っとるから、おうちょっと出してもいいかなって。あんま貯めとくの好きじゃないですよ。適度に放出したいんですよ、うん、貯めとってもしょうがないかなと思って。ゆるぽもあるし、うん、だからどっかで使ってってもいいかなと思ったんですよね、うん、とりあえずのところ。あ、別にスペインの伝の正体見たからどうのこうのとかわけじゃないよ、うん、知っとるわけとかそういうのじゃなくて、うん、ネタとしてあんまやりすぎだったらこれ無凸でなんか遊んでいこうかなと思ったりもしとる、うん、多分やりすぎになると思うから、すごい軽くいるとかだったらいいよ、うん、そんでもやっぱ補正は耐えあかんだろうな。2ターン動かすだけダメだと思うんだけど存在的に、うん、これでもあれだもんね、進化素材これはまあ使わんけど全部クッキー使ってくるもんね。だからっていうと、ちょっと待って、
あれ？ここそうだよね。これで見えるか。ここそうだもんね。別にマノスンの進化で、マノスンとアレイルが、ウマウいるけど、ここの4、8体か。ウマウと、マノスン足して。そこも別にクッキー2000使ってますが。これ前触れね。私、全然気づいてなかったのがさ、その発想なかったのが、これ。これも別にクッキー使っててよかったんだよな。作るのに。だって別に一緒じゃん。1万6000クッキーやら作れるわけじゃん。1万6000じゃねえな。16万か。勝手に計算下げてかんよ。卵さえあれや。だからわざわざそのガチャ引いて素材集めて、ダービン使っててやらんでもよかったのな。いや、もちろんここにクッキー使ったら他のとこ使えんからな。どこにクッキーを使ってるかな、でんで。まあ、それは好みだな。ということで、要はこっちの方へ、福引きの方へ行こうかなって。またこれあれだろう、レインボーネギ集めるたびに、あれだろ、取っとんだろ、お前ケチャでクッキー使いたくないんだろう、イエス。待ってくださいよ。福引きのね、この2等のやつ、ここら辺のやつが私ね、すごい少ないんですよ。2等さんがすごい在庫ない。これ多分全部かき集めて10体もない。余り分っていうのは。だもんね、福引き2と3は全部クッキーでいこうかなって。そんなもんね、対戦の方のデーンをクッキーなしでいこうかなって。っていうのがクッキーの話じゃないけど、今こんな感じで、1ヶ月だね、一応16万をとりあえず目標にして、1ヶ月1体。で、半年で、シーズン2、1、半年でシーズン3、1、みたいな感じで。私の勝手な予想ね、おそらく 2ヶ月か3ヶ月ぐらいで、シーズン5また来ると思うんですよ。夏頃かなんかに。夏頃か秋前ぐらいかなんかに。うん、で、年末ぐらいに多分、シーズン4の、シーズン3の伝とか、来たりするんじゃねえかなって、ちょっと早めとか、かなりのスケジュールにしてやるんじゃないかなって勝手な予想してますよね。過去からなんか逆算して、勝手な予想で、自分の予想にベットしとるで。かけるって意味で。うん。なもんで、これを全部クッキーでいこうかなって。2と3ほんと素材少ないですよ。4は、まあまああれかな。かぶりがあるかな。1はかぶりがあったでよかったんですよ。だって4万とかクッキーでいけたもん、最初の方なんか。3と4つぐらい4万とか6万クッキーぐらいでいけて、最後の方が8万とか10万ぐらいかかった時だったのかな。一番最後それぐらいだったかな。でもこれ、シーズン2、シーズン3だから全部16万でいかなかも。いや別に紙使うとかやってきゃいいんだけど、ケチだよ、なんとな。うん、っていうのがさ、いろいろ逆算してみたら、1日2000本ぐらいだったかな。千々島とか浅草とかのあたり。やってきゃ、そんなもん足りる。っていうのがさ、こんな感じなのかな、今。で、削る。2000本ぐらいだったら、なんだろう。1000いくつか、あとね、その何、2周目とか含めたところの何、やりながらじゃないけどさ、やって、お菓子とかありますか、やって、で、出たたん、まだ返事取るけど、この他のアプリの、ここの何、出たたんあるんですよ、あるんですよ。ここにありますが、出たたんありますが。それの復習とかしながらやったと、1000本ぐらいはいっちゃうんですよ。うん、父島でも浅草でもどっちでもいいわ。二問のあれだな、早いで。なんか2000問ぐらいそんなに難しい数字じゃないかなって。うん。ABC の方の文法をやったりすると、2つさすがに読みながらっていうのがきついから、そうすると英語物語をなしにして1個だけに集中したいかなと思うんですよ。まあ、それぐらいやって、そこから ABC のアプリ行こうかなって。そうすると別に逆算してて、1日、2000問ぐらいペースとかでいきゃ、16万クッキーって見えん数字じゃないよな。ただ、あれだね、対戦とかあったりして、問題できんかったら、ゆるがり足取られたりして、あ、ゆるがりもそうだな、あれ。早くなるんですもんね。あれで早く本当にできゃいいかなと思って。だから、ゆるがりにも私、わざと蘇生とかなしとかにして、すごい討伐少ないデッキにしてますね、わざと。あんま少ないとあれだろうね。3万か、行くの時間かかるであかんけど。本当、妹ってあれをやるぐらいだったら、やめて、5000で討伐やめて、で、父島とかやって、クッキー稼いでいった方がいいかなと思ったんですね。
だってあれ3万までやってもあのあれだもんな、課金しても1000円ぐらいの価値しかないもん。クッキーの方だって価値あるもんな。っていうところが私はクッキーの方が価値あるかなと思って、そういうところなんだよ、昨日の言葉じゃないけど、ユーザーのなんだろう優位性じゃないけど、自分だけ得しとみたいな気分にさせた方が運営さん的になんかいいんじゃないかなっていう話までつなげたかっただけ。クッキーの話、私のなんか勝手な今後の電育成計画みたいな、うん。対戦の方はもうあれだね、せっかくワールドこの世界編、これ多分3ヶ月ペースとかそんなもんぐらいじゃない、3ヶ月、今ちょっとペース的に読めんね、詰まってきて、今詰まってきてるからもね、まあでも誰もついてこれんでいいよ、これ大丈夫だ、うん。お、本当はあれだな、そっちの方クッキー回してってもいいんだけど、福引きの方が素材ないもんで、回してって福引きの方は引かずに残してって新しい方のシーズンで行って貯めていくみたいな風に勝手にしておこうかなって。どうしてもあなたお金使わないんでしょうね。協力も日数あれでもそうだな、あれ、まあ、その話で終わろうか。でもやっぱりゆくゆく私減らしたいんじゃないかなと思うんだけど、これ妥協案じゃないけど、協力をさ、私はおそらく学生とかより社会人とかのが多いんじゃないかなと思ったし、課金対象にするならやっぱあれだな、社会人を餌にしなあかんというところもあるけど、学生だってあれだよね、土日とかあった方がいいよなっていうのをこれ建前で言ったんだけどさ、今って協力木曜スタートとかで夜7時ですか、でそれからだいたい今だと次だと火曜日だから水曜日の1時ってこと、夜中の1時だから火曜日のあれだもんね、日付回ってってことだもんね、まあ、1日少ない、前水曜日いっぱいあったもんね確か、ってことで1日減ったんだよね。前回の時に思ったんですよね、これってなんか多分減らしていくんじゃないかなと思う、あの1日減ったの気づくの遅かったの全然、うん、誰も言わんかったもんねあれ、うん、まあそこはいいとしてもさ、ってことは6日あるわけじゃないですか、今ちょっとやこうって数えると、木曜日はでもあれだな、7時スタートの24時だから、19の24、5か。まあ1日を数えるかどうかは別にしても、金、土、日、月か、5日、プラス木曜分か。それを逆にさ、金曜スタートにさ、金、土、日で終わって、で、次の、また金、土、日とか、にするとか。そうすると、要は、やる勤務制限ってあれ1週間ですか？ 1 週間で500円ぐらいですか？でも1ヶ月買うと1200円ぐらいですか？そこら辺の差額の500円ぐらいが、まあ、そんなんじゃ売り上げにならんもんな。要は、やる勤務制限を1週間じゃなくて1ヶ月買ってくださいみたいな。これ建前だよ。多分皆さん、土日、飛んで、例えば金土日やって終わって、で次のまた金土日あった方が多分楽でしょう、絶対に。学校行っとる人でも何仕事しとる人でも土日あった方が多分いいんじゃないですか、おそらく一般的に休み多いよね多分ね。平日がだからやっぱなかなか集会できんよね、人数も多分集まらんよね昼間とかだとね。建前で言っとるよ、だから言っとるが、私の言っとるなんか要望なんかとか基本的に自分の不利になるような言い方はしんって、絶対自分の有利になるようなこの要望しか言わんっていうこと、うん、っていうのはどうかなと思って、減っちゃうのもなんかあれかなと思うんだけど、その乱獲されたりとかってね、今のところだとちょっと崩れ気味のバランスになっとるところあると思うんですよね。協力なんかのあそこら辺のユールに関してはもうかぶり余りとかね、協力限定イベント、うん、デンですら何生活かけて収穫すれば作れるレベルじゃなくなっとるわけだから、うん、まあそれがそのね費用対効果じゃないけど合うかどうかそこら辺とかは別としても、でもとりあえず作れるラインにあるっていうわけだから、それは運営さんにとっては好ましくないよね。ここら辺のところを人数でかといって日数減らすと、そう何乱獲しとる人じゃないけどそこを基準にしとるわけだよね。でもそれって全体の多分 3% もないぐらいだよね、片手だよな人数おるとしても。だって今のさ、その何数字見は分かりますが、電を作れるぐらい
周回できとる人って10人いないだろう、多分。表面に出てないのも含めても。ランニングのユーザーがおるのかわからんけど、だって接続見とっても、そんな500も1000人もおらんよな、やっとるのって。100人おるかおらんかをなんかぐる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 回しとるよね。ってことはほとんどそこにおるのって固定メンバーだよね。限られとるとこだよね、どう考えたって。そう考えるとすごくすごく少ないわけじゃないですか。そこのすごくすごく少ない中の、なんていうんだろう、本当に突出したペースの数字に合わせていくと、例えば土日しかできん人、当然のごとく社会人って昼間働いてるわけだから、家帰ってきて家事とかあったりとかあるわけじゃないですか。女性だったら。男性だってなんかいろいろあるでしょ、子供の世話とかゴミ出したりとかあれでしょ、お母ちゃんに言われるでしょ。ねえ。っていうことあったりするわけじゃないですか。休みだからね、家族サービスじゃないかどっか行ったりとかあるわけじゃないですか。ね、子供の行事とかあったりして。うん。っていうところで意外と多分時間取れんと思うんですよね。で、そこら辺って余計取れんくなる、日数減ったら余計できんくなるわけじゃないですか。もちろんあれだね、仕事によって夜勤とかあったりとか、ね、週7でも、3勤4休とかいろいろありますが、職種によってそんな今なんかバラバラだからさ、別に8時5時で働いてる人全員が全員なわけじゃないから、うん、夜働いてたらそんなバラバラなわけだからさ、にしても1ヶ月にあれだよな、10日働いて20日休みっていう人はそんなにいないの、学校でもそうだよな土日だけ行って週5日休みっていう人はいないよな、普通逆だよな。考えるとだんだんやっぱ人数じゃなくて時間取れなくなるわけだから、そこはごめんなさい出ちゃった。そこを基準にしてっちゃうとすごく少ないから、まあガチャ回したいっていうとこわかるけど、どうしたらいいんかなと思って。回させたいっていうのはわかるけど、でもそこよ、多分あれだよね、協力のガチャを皆さん回すんだったら、今のなんだろう、季節ごとの電出るやつ、あっちの方の電狙うよね。今で言うと源の方か、そっちの方狙ってくるよな、おそらく。協力の方で狙ってかんよな。ねえ、いっちゃいます?性能的にそうだよな。皆さんだってあれだよな。いきなりインドの電作ろうとしんよね。最初どれか一個しか作れんって言ったら最初何作ります？オルカかジャンヌいかん？つくよみ作れんだったらつくよみ作るでしょ、多分。そのあたり行くんじゃないです?スキルとかの汎用性入れていくと、アマテいく、蘇生だからアマテいく、2色で作るよな。ジャンヌ単色で風しか使えんもんな。汎用性広いのオルカとかあれだよな。ツクヨミとかウサとか、ウサはちょっと難易度高すぎるな。でもウサでもあれだよね、世界編みたいに作れたら作るよね、多分。そっち行くよね、おそらく。ねえ。だから福引きの方の何だろう、新家電じゃないけど、あれはちょっと希少価値を高めるような存在にはしてあるんじゃないかなって、ステとか見ても、使い勝手見ても。オルカは逆に世界編出て集めやすくなったからっていうのはあるな。後からまあ性能がわかるっていうのはあるな。人の使用感じゃないけど、ああ、なんか強いんかなみたいな。そこは見るわね、当然のごとく。いろんな商品だってそうだもんね。考えると強力のもの電って、あんまり見かけんよね。いや、もちろん、作る難易度が高いっていうのは、それは作る難易度高いのは、福引きの電だって作る難易度高いもんね。あれは別に協力集会して作れるわけじゃないから。でも、作ったらオールカー以上にもっと汎用性が高くて、すごく使用価値が高くて、コストもそれより安いとかだったら、そっち作るよな。言ってないってことはあんまりだよな。それは別に、紙使っておけば別に作れるわけじゃないですわ。自分の手持ちの財産じゃないけど、それ働いていけば。ただ全部が全部みんな吐き出すだもんね。人生と一緒で、貯金残しとくとね、家買えんくなったりガソリン入れんくなったりするもんね。明日のご飯食べれんくなるもんね。まあそこまでは使わんわな。うん、ところどういうふうにあれかなと思って。捨てコンテンツもなんか必要かなと思うんですけどね。その集客用じゃないけど。集金用のコンテンツもなんか必要だと思うけど。ゆるま寮だからなんかその第三のなんか集金コンテンツにしたいんじゃないかなって最初は思ったんですけどね。
砂時計っていう形の一応ね名前を変えた課金アイテムがあるわけじゃないですか。それのところあんまりなんかあれなんかなと思うけど、時間経てば集まるわけだし、ゆるがりのところよりもその人権っていう存在のほどじゃないからね、サポート的なところだから、連撃とかそういうタイプだったら別に凸なくてもって、カバオ系だけだな、あった方がいいのは。ガスはもう何年数経っとるってわけじゃないけど、出て 日がかなり経っとるから、皆さんある程度手に入ってきとるから、うん、じゃないかなと思うんだけど、うん、どう思います？うん、なんかだってこんな感じだとだんだん年数減っていくんかな。でもこれ以上も減らせんよな、5日だもんな。そっち3日とか2日になるの。だったらもうやる必要ねえってことになるな。うん、だったらもうあれだな、そうすると今度その進化のあのネギとかやめろとか、何、例えば3日ぐらいのあれだったらさ、もっと排出率上げろとかっていう話になるな。 そういう声上がりそうだね。1日減ったんだったら、だって今だって別に戻ったって言ったって実質は前回から1日減っとるんだもんね。声に上がっとるのか上がってないのか、なんか上がってないの感じはあるんだけど、うん、そこだよな。もっと言いそうだよね。本当はでもこういうことって言われた方がいいんだよね。関心があるから。全然声を荒げてないけど言わんくなるってことは、それ関心がないってことか、そっちの方がよろしくないよね。すぐもう何、反応よくさ、ちょっともうふざけんなこれ、何も日数少なく、ちょっともうこんなダメじゃん、とつれんじゃんみたいな。ちょっと無難作れんじゃんみたいな風になるなとかわかんないね。何にも意見がスイーンって出ん方が好ましくないよね。難しい問題だね。言い出したらなんか昨日みたいにキリがない。いや、どんな風にしたらいいんかなってずっと思っとった。そんなことばっか考えとった。昼寝しとったんじゃないの。うん、しとった。だってあったかいもん。しょうがないか、そんなもん。重力には逆らえんって、そんなもん。そうごめんなさい、漫画読んで。そんなさ、ちょっとご飯じゃないけどさ、炭水化物がちょっと口の中入ってきゃあれでしょう。目もなんかずーってつむってくでしょう。ちょっと頭もなんかあれでしょう。重力に逆らえなくなるでしょうね。え、うん、まあ、そんなことはいいけどね、かなって。難しいって難しいあれだけど、うん、対戦を月にあれか、2回、3回、協力は多分あれだね。多分毎週会っても、みんななんかうざっこいと思う。ああやって人間の心理としてさ、対戦毎週会ってうざっこいって思ったりするってことはさ、自分が要はやれんからさ、それだとやれんとさ、チケット入らんじゃないですか。ランクとかもあったりしますが、そういうところに参戦的に悔しさあるの、それは絶対みんなあるよね。協力でもそうだよね。例えば毎週会ったにしてもね、参加できんと、その何、参加できんくて、例えば自分が神落ちんかったという悔しさがあるわけじゃないですか。やれば一体ぐらい確率的にはあれかなとかさ、次の何、新ウルの協力じゃないけど、をね、ちょっとそこのところで仕事があったりとか、学校があったりとか、受験勉強しなあかんとか、ね、なんか用事があったりとか、海外出張とかあったりとかして、やれんかったりしてと、その時みんな集めて、うっそ、ちょっとそれ、ちょっとそれ強いんじゃないの、ちょっとそれ欲しいって、上、その鋭意欲しいってなっても、やれんとか、悔しいもんでない方がいいと思うよね。人間の心理として。対戦なんか多分そうだよね。ね。うん。まあ、そんなことはいいとしても。難しい問題かなと思う。うん。だから減っていくような。私、自分の勝手に思い込んだんじゃないけど、考えとか予想のところに、そこにすってなんかかけちゃうところなんですよ。かけるって、お金をかけるっていうか、っていう意味で。そこの方の考えになんかすんなりなんか身を任せれるようなところなんですよ、不思議と。思い込みが激しいっていうのかな。だから、デンのあれでも、その初手の火力っていうのも分かった。いや、だってもう、デンを売りたいんだったら、どう考えたら、そういう火力、ね、火力用に倒せる、例えばデンウサとかさ、ね、あの辺り倒せるより出しちゃったら、売れんくなるわけじゃないか。作らなくなるわけじゃないですか。そっち作った方がいいってなっちゃうわけじゃないですか。結局、耐えんのだったらね、また遅延の世界に戻って一緒じゃん、みたいな。うん。なるから、作らんのかなって、ずっと勝手な思い込みがあった。今でもある。うん、そういうタイプ出さんのかな。どうしても6、4、どっちかというと7、3に近いぐらいの捨てて。8、2までかな。そうすると火力弱すぎるから。でも富士とかあれだよね。8、2ぐらいに近いよね。あたりにしてっとんじゃないかなと思ったんですけど。勝手な思い込みでね。8、2ぐらいの火力だね。例えばあれだね。火力9000で体力2000とか、そんなやつ出さんよね。倒せるもんな。初手代できんもんね。そっちの方が私多分使いやすいよ。まあ、どうなっていくんでしょうね、うん、かなって。
協力の日数が減ったのと含めて、あれでもその声を聞いてってことは、あれも意図的にしたんじゃなくて、意図的じゃなくて間違ったとかじゃなくて、完全にもう狙ってしとったってことだ。最初から減らす気だったってことだね。戻したってことはなんか悪いかなって思ったってことだもんね。あれって値付けと一緒だよね。自分で1万円で値付けたんだけど、実はその高すぎて、いやそんな8000円ぐらいだって、じゃあお店の方は8000円で売りますよって言うのと一緒だもんね。なんか自分の中で思ったことがあったから戻したってことだね。でもそうやって試作していくってことは、ゆくゆくはなっていくってことね。伝の補正としてはね、多分あれ最初からやる気はあったと思うよ。いや勝手な思い込みで言ってるけど、うん、その木を見て、政治とかでも一緒ですわ、うん、タイミング見てね、次の税金、ここの税金を上げようみたいな。いや知らんよ、政治家のことも想像で言ってるけど、うん、なのじゃないかなと思って、うん、そっちの方が収益につながる可能性は高そうだもんね、思い込みで、うん、でも実際にそれで人が減ったら、私は補正なしとかにしてほしいかなと思って、面白くなんかなさそうだから。え、今でもだからちょっと体勢減っとるのはあるよ。まだブツブツなんかいつもの病気じゃないけど言い出しとるね、うん、捨てのなんか持っとるだけのイージーゲームみたいにしちゃうとね、考えることがだん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 なくなってて、ただでさえ何も考えてないあなたの頭だから、まあ言い出したら切れないで終わろうか、こんなもんで、うん、かなって。まあどんな風になったらいい感じ、全員が全員のあれだね、意見を何とって丸く仲良くっていうのは難しいよね。どうしても全員考え方が違うわけだから、声に出てないところの意見でね、お前の考えなんかクソったりっていうのも絶対あるわけだからさ、うん、まあそんな感じでございます。お腹も減ったもんね、そんな感じだもんね、うん、最終対戦できるのが残念だったけど、まあそんな感じで終わりましょうか。というどんな感じの未来になるでしょうかということで、はい、ということでそんな感じで終わり。